ニュースマグビです。眞子さまの婚約者小室圭さん、女性皇族の嫁ぎ先としてふさわしいか、何らかのチェックはあるのでしょうか。皇室に関する著書を数多く持つ静岡福祉大学小田部雄二教授によると、戦前は三親等以内の親族の思想、嫡罪、病歴、犯罪歴などが調べられたとのこと。現在はそこまでではないそうですが、宮内庁職員が親しい人物などを当たって家族環境や経歴を調べるそう。小室さんは数々の試験をパスし、皇室公認の好青年と認められたことになります。大河ドラマ女城主直虎で公演する室強さんについて女性セブンが特集しています。室さんは21歳からこの芸名を使っていますが、本名は名乗れないそうです。4歳の時に両親が離婚して父親に引き取られた室さん、テレビ局関係者は彼の本名は珍しい名前で、4歳の時に別れた母親に私の息子だと分かると目障りなのではと思ったそうです。実際はそこから17年くらい売れなかったんですけどねと語っています。韓国のシンクタンクの発表によると、韓国人の嫌いな国で中国が日本を抜いて2位に浮上したそうです。韓国人ジャーナリストによると、韓国の地方都市では中国人の中国は反省しろという張り紙を貼ったタクシーが堂々と走っていますとのこと。一般の国民からは、中国からの PM2.5 によってソウルの大気汚染が進んでいるという不満も出ているようです。雑誌のニュースを動画でチェック。ニュースマグビ